あなたの指は私が折ったのよ。その落とし前ならあなたが押すんでしょ。戻れって。おい、はい、私悪意響き。あなたが悪意響きなの？すごい才能だ。こんな才能初めて見た。小説は好き？大好き。読むのも書くのも好き。入部希望よ。殺すぞ。私は殺すって言われたから殺されないようにしただけ。芥川賞、直木賞両方で最終候補に選ばれたんです。傑作です。あの子はおかしいよ。作者に問題が。一緒にすんじゃねえよ凡人。間違いなく天才です。私はあなたみたいな天才じゃない。彼女が何かしたら取り返しのつかないことになるぞ。軍団はガキの遊び場じゃねえんだよ。読まねえでもわかるわ。子供の作文と一緒にしないでくれ。何考えてるの？自分の責任は自分で取る。つまらないっていうのは構わない。でもちゃんと読んで判断しなさい。そうじゃないと卑怯よ。私が書きたいから書くの。響き。打作しか書けないから死ぬ？バカじゃないの？文句があるなら私にどうぞ。